さあ続いてですね、もう一つちょっと注目選挙区取り上げていきたいと思います。同じく大阪5区です ね、 そうですね。だからここも非常に注目ですけれども、はい、これ大阪5区まずどういう地域ですか。そうですね、はい、まあ、大阪5区はまあ駅とかで言うとまあこの新大阪駅だったりとか、うんうんうん、まあ、そういったところがあるところで、まあ、それこそですね、うん、今までも公明党選挙区自民党も立ってないし、はい、もう維新も立ってないしみたいなところで、はいはい、まあ、大体そういうところでありがちなのがちょっと白票が多くなるみたいな、まあ、そういったエリアであるんですけども、うん、まあ、今回まあ大阪5区だけじゃなくて、やっぱり今まで大阪府内に公明党の選挙区が4つありまして、うん、でそこに維新が全部立ててきたんで、うん、まあ、そこの勝敗がどうなるのかっていうのはまず衆院選の大注目ポイントですね、うん、はい、そうですよね。ここはまさに公明党と維新がぶつかって、そしてさらに立憲共産令和賛成と、まあ、かなり乱立しているという状況ですね。そうなんです。だこれ、うん、公明党の選挙区もすごい注目なんですけど、うんうん、まあ、言ったら令和新選組大石さんが今回どれぐらい票取るのかっていう、うん、例えば 10% 超えないと比例活動戦することができないんで、前回の構図に比べても、はい、まあ、維新も出てきているし、うん、そして立憲民主党もいるし、うん、みたいな。でしかも今回一人上がって立憲民主党西川さんって方って、はい、あの前回令和新選組出てる人だった。そうですよね。そうなんですよ。そうですよね。で一応元々こう 東淀川区っていうところで大阪府議会議員を民主党時代に務められていたこともあって、はい、なので一定数元々地盤がある方に上がっているんですけど、まあ、その方は今回令和じゃなく立憲で出てるっていうところで、まあ、大石さんとかにどういうふうに、だから大石さんものすぐメディア露出してるじゃないですか、はい、で最近もプラカード掲げてメディア露出に成功されてるわけじゃないですか、はい、じゃそれがこうプラスに捉えられてるのか、うん、マイナスに捉えられてるのかなっていうのはすごい気になりますね、はい、なるほど。いやこれこの、まあ、小選挙区の当選という意味だと、はい、やっぱり、まあ、可能性的には国重さんと梅村さんがそうです、ね、やっぱり一番争うのかなと、ここがそこにこう続いていくのかなっていう印象なんですけども、はい、その結果としてどうなりそうですかね、予測としては。そうですね、うん、まあ、今のところ、うん、やっぱり維新が強いのかなっていうふうには見ております、はい、まあ、4つの小選挙区の中だと、うんうん、まあ、大阪5区よりもどちらか堺とか16区とかの方がまだ接戦になるのかなというふうには見てるんですけど、そこがちょっとあと、まあ、その小選挙区っていうところでいくと、うん、宮本さんという共産党の方が今回比例重複なしで、まあ、背水の陣で挑まれてるんで、うん、まあ、あの比例活動戦することは今回ないっていうところですね、はい、いやそうか。西川さんはどうですか。西川さんに関しては、はい、まあ、それこそ今まで公明党の、はい、まあ、言ったら、小選挙区で民主党が出ていた、まあ、自民党も出ていないし維新も出ていない時もやっぱり民主系は負けてたりとかもしていたので、うんうんうん、まあ、2009年の時はあの民主党政権誕生した時は勝ったりしてたんですけど、うんうんうん、まあ、そこが今回なんか上積みできる要素っていうのが、まあ、なかなかちょっと今見当たらないなっていうところありますし、で野党もじゃあ分裂、言ったら令和もいるし、はい、共産もいるし立憲ってなるとどうなるんですかってところなんですけど、あとちょっと前回の結果が、はい、まあ、すごいメンバーといいますか、うん、まあ、令和の大石さんと、うん、あと籠池さんの奥さん、ああそうだ、そうでしたね、本当に前回大阪府ちょっと僕も生で行ったんですけど、なんかもう大声選手権の決勝戦みたいなのが、はい、大阪国で繰り広げられて現地行って、で、籠池さんの奥さんに関してはもうひたすら公明党の悪口言うみたいな、まあ、そういった演説とかもされていて、まあその中でちょっとどうなっていくのかなっていうのは気になりますね。いや気になりますね。であと、まあ、エリアによってもかなりちょっと違うのかなと思っていて、で、まあ、淀川区が一番人口がこの大阪、はい、大阪区の中で多いんですけど、そこって、はい、まあ、大阪市長の横浜市長のもともと府議会議員時代 の選挙区でっていうところ で、うんうんうん、で東淀川市がこう西川さんのところでとか、あと今回くら替えされる維新が出るという梅村さんに関しては、うんうん、まあ、この大阪9区内であの病院とかを経営されててみたいな、ね、元お医者さんでっていう、ね、2019年に参院選で全国比例区で当選されて今回くら替えっていうような、はい、形なんですけども、なるほど、はい、まだ触れてね、参政党でいくと、はい、まあ、のやっぱり近畿ブロック一番最重要ブロックにしてるので、そこはとにかく熱量を上げて入られるんだろうなというふうに思いますので、うん、そうですね、はい、これちょっと過去の結果今スライドで出してますけども、はい、このじゃあ例えば2021年から比較するとですよ、票がどう動くかなっていうのを考えると、はい、まあ、まず共産、あ、公明共産令和に関しては、同じ方ですよね、そうですね、が出てると、はい、ただここにまず維新が出ていくので、間違いなく公明の票というのが、まあ、維新にもともと2021年に乗ってた公明の票はだいぶ維新の方に
それだろうというのはまず一つ考えられますよねと、はい、でプラス、立憲の西川さんも出てるので、はい、そうすると共産令和の票も一部やっぱり崩れていくんじゃないかっていう、はい、そういうやっぱり認識ですかね。そうですね、まあ、本当自民支持層がちゃんと公明党に行くのかっていうところがやっぱり公明党にとっては大事なのかなっていう、大阪6区の方も公明党と維新で戦うところあるんですけど、はい、そこの、門真市のところでは、もうすでに石破茂さんと、まあ、公明党の伊佐さんとの2連のポスターみたいなところがもう貼られていて、でしかもそのポスターっていうのが自民党の掲示板に公明党の人を貼ってるんですよ、うん、これ珍しくないですか。珍しいですね。普通公明党のとこだけに自民党、まあ、岸田さん前回載せてたりとか、まあ、そういったことあったんですけど、自民党の掲示板に載せているんで、まあ、相当協力関係が結ばれてるっていうところですね。前回に関しては、まあ、大阪5区のとこでいくと、まあ、あのこの前の大阪市長選挙にアップデート大阪から懐かしいワードなんですけど、出られていた北野太子さんっていう方がこの大阪5区内の、まあ、いった自民党の市議会議員をやっていて、で2020年の都構想の件でブチ切れて、まあ、公明党の選挙区になんか出ようとする動きみたいなのもしていて、まあ、その時は本当に関係性が悪化したんですけども、なんかもう完全に今それがなかったことになってるというか、もう野田さんと小沢さんみたいな感じで、過去のいざこざみたいなのもない感じになってると思うので、政治の世界は分からないもんですね、はい、なるほど。いやこのあたりも注目ですね。そうですね、はい、やっぱネット民的にはやっぱ大石さんがね、比例復活できるのかは結構注目ですよね、最後ね。いやそうですね、まあ、まず 10% に乗らないともちろんダメだとして、そうですね、その上でじゃあどのぐらいの得票数が必要なのかっていうのは、あとこうライバルになるのが、はいはい、大阪13区に出る予定の八幡愛さんがいらっしゃって、ここが東大阪市になるんですけど、これ令和市議選とかも一人通したりもしていて、まあ、だからこの令和内のこの赤配率争いみたいなところも、まあ、もちろん本人たちは小選挙区目指されてるか思いますけども、はいはい、まあ、ダメだった場合赤配率争いってなると、そこも気になるポイントかなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。まだまだ多分お話足りないんですけどちょっとあの他にもたくさんありますのでまた明日もですね、ギツマヤさんにいろいろお話伺っていきたいと思います。はい、ということで本日はここまでとなります。皆さん高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方お寄せください。本日もありがとうございました。ありがとうございました。選挙区だけに配信するバナー広告と YouTube 広告、よろしくお願いします。一二太郎です。よろしくお願いします。一二太郎です。なんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない。お？なんだこれ。スマホ世代の有権者に思いを伝えるならコネクタのバナー広告と YouTube 広告。コネクタのウェブ広告は政治家専用で1000件を超える実績があります。公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心。配信する地域が選べるので抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます。累計1000件以上政治家のネット広告を運用して違反ゼロ。政治家専門チームによるバナーの作成、動画の撮影や編集もお任せください。政治家専用のウェブ広告始めてみませんか。この和歌山2区もですね、大変注目選挙区となっております。実は前回数ヶ月前にも同じように取り上げたかなと思うんですけど、はい、そうですよ。まあ、なんといっても注目はやっぱり世耕さんが出てきましたね。出てきましたね。これでも我々5月の収録の時は、はい、世耕さん出るっていう予想あんまりしてなかったですよね。そうですね、イフ程度もしもみたいな、それぐらいだったのかなと思うんですけど、小沢一郎さんはそれこそ岩手では、うん、まあ、一応岩手県知事選も本当に野党共闘がすごい